はようございます。新しいポーズができたのでご紹介しておきます。石井です。はい、今日はですね、JWA2023 シーズンの最終戦、ここ浜名湖で開催されます、司浜名湖フリースタイル選手権にやってまいりました。今日はですね、今シーズン最終戦ということもありまして、いい意味で天候にですね恵まれ、素晴らしい大会になると思いますので、皆さんもちろん匠もそうですが、全てのアスリートのチェックをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。今回ね、ライバルがいないからよかったね。いや骨折したの知ってるんですか？骨折したの？あ、そうです。手術したんですね。何種類やろ、今日君。ジャッジっす。あ、ジャッジすんだ。そうなの。急に頼まれて、ジャッジのライセンスを取らせました。中華。誰の顔がちっちゃすぎる。やばいわ。俺なんか半分もない。ということで、こんなモードでございますが、どうですか、調子は。調子は、最近はあんま練習できないんで、あれって。あ、こっちで。いや、風が吹いてます。あ、そういうことか。ごめん、俺聞いてるのは、期末テストの調子はどうかな。あ、期末テスト、いい感じでしたよ。けど月曜日でしょ。月曜日は一応もう大丈夫で。あ、そう。じゃあテストも大丈夫だったということで、今大会の意気込みもお願いします。はい、今回、4戦目の最終戦ということで、全部勝て、全部1位を取れれば完全制覇なんで、1位目指して頑張ります。もうなんかね、3年連続優勝は最年少らしいよ、一応歴代で。なんかね、3連覇も史上初なんかなって調べたら、ユーマ君も4連覇してるらしいから、なんで、これでリーチかけて来年も勝っちゃって、ゆうまくんに年齢と、まずは連覇記録に並ぶということで、ぜひ頑張っていただければと思います。あと今日ね、うちのイッシーも来るんで、社長。なので、プレッシャーの中頑張ってください。はい、ということで、この後、試合です。このイントロ終了しますと、5A、藤井選手対吉田選手の対戦。藤井選手。だが、これはメイク。吉田選手。勝ち上がったのは、山本選手、おめでとうございます。さあ、スピンコトル。だがをメイクしたのは、ね。ブロー、セッターブロック。少しさっきより風が入ってきたか。サーカー吉田選手ともに合っていますね。こちらは、あ、もう技に入っているのは小林、こちらが秋元選手。サーカー、これは大丈夫。さあ、佐藤選手がスプラカですね。インスライダー、これ
さあ、トリックスタートはこの選手。ブラカ、これ。さあ、ボブ。キモ、これは見えておくな、ヤマト選手。これは弱そうだ。ブラカ、これは弱そうですな。おお。はい、今日は、残念ながらですね、風が安定せず、プロクラスは、明日の風が期待できるということで、明日に延期となりました。一応ですね、シングルでは、匠今のところベスト4までは上がってますので、明日そこから、ダブルエリミネーションになっていくのかなと思います。明日はですね、去年よりもでっけえ風が来るんじゃねえかというふうな天気予報になってますので、このあと去年以上のすんごい映像が見れると思いますので、皆さん YouTube はこのまま見てください。今のうちにイネマーご視聴いてよろしく。はい、おはようございます。西井です。おはようございます。カンゴです。はい、最終戦めっちゃ2日目、風がやばいですね、これ。いや、これ相当すごいですね。どう、今日の見どころは。そうですね、やっぱ匠と匠馬、また去年みたいにバチバチな戦いしてくれるんじゃないですか。まあ、あとやっぱそれ以外にも、やっぱ風が吹いてるんで、こういう激しいコンディションだとみんなこう激しいことやってきたり、ジャンプが高くなったりするんで、それがすごい楽しめるかなって思います。いや、なんかまともなコメントいつもありがとうございます。いや、今日ちょっと怪我で審査員に回ってるちょっとファンゴ君ですけれども、はい、ファンの皆さんにいつものやつお願いします。皆さん、眩しすぎて目焼けないでください。はい、2日目始まるよ。
とりあえず1回戦目1位だったんで、ダブルイルミネーションも1位目指して頑張ります。ということで、中学の友達とかもみんな応援してるんで、みんなさんこの後も見てくださいね。さあ、4つ目のスイッチ、この時間30秒いただきます。5ポイント勝ったのは森谷匠海。おめでとう。おめでとう。はい、ということで、森谷匠海選手見事優勝しました。皆さん拍手。
どうでしたか、決勝は。なかなかの僅差で素晴らしい戦いでしたが。そうですね、あの勝ちの決め手となったのはエアファネルファネルっていう最後にやった技で、これができてなんとか勝てたなって感じでしたね。じゃあみんなで胴上げしちゃう？え、いや、ちょっと危ないはい、じゃあ胴上げをお預けということで、じゃあ皆さん、匠におめでとう言いましょう。おめでとう。じゃあこの後は表彰式かな。じゃあ表彰式、シャンメンで用意しますので面白いことよろしくお願いしますねはい、じゃあこの後は表彰式です。3位の小林優馬選手には深澤様より5万円の賞金が贈呈されます。2位の杉田隈選手には深澤企業様より12万円の賞金が贈呈されます。深澤浜名湖フリースタイルチャンピオンシップ2023プロクラス優勝は森谷匠選手。皆さんお疲れ様です。すごい強い風の中で演技ができたのでとても楽しかったです。上の皆さんも強い風で寒い中ありがとうございます。キャタラさんもコンテナありがとうございます。また来年も、素晴らしい演技ができるよう頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。そして、プロクラス年間チャンピオン森谷匠選手、オール1位だって。オール1位すごいね。さすが真のチャンピオンということですね。ほとんどこの2人が JWA、今シーズン最初でお疲れ様でした。無事、まあ、優勝して、まあ、今シーズン無敗で年間チャンピオンも取りました。おめでとうございます。おめでとうございます、まあ、来シーズンに向けてどうですか、なんか意気込みなんか。まあ、来シーズンももちろん1位目指すし、まあ、制覇ももちろん目指すし、少しずつ、まあ、ウェーブとかもまた頑張っていきたいなって。あ、競技の範囲をちょっと広げて、はい、来年ちょっとね、海外に行く回数も多分増えて、ちょっと会えなくなって寂しくなるかもしれないんですけれども、まあ、ぜひですね、引き続き来シーズンもキャトラーは森谷匠選手をしっかり応援していきたいと思いますので、皆さん、この YouTube 見てる方も、森谷選手はじめウィンドサーフィンのフリースタイルのサポートよろしくお願いします。お願いします。それではバイだな。バイバイ。